はい、ありがとうございます。はい、パーソナルブレイクでコチュンさんからご依頼ですね。クロニクル、はい、よいしょ。で、先日ね、PB した分と一緒に置いておきます。6パックですね。はい、大丈夫。ゴミ箱が、よいしょ。はい、じゃあ、ハサミで、よいしょ、全部切っちゃいましょうかね。よいしょ。さあ、狙いはね、ガーラということで、どうでしょうか。前回はガールじゃなかったけど、ヴァンガード、ね、はい、よいしょ。ガールの次に狙いだったヴァンガードって感じですかね。はい、じゃあまずはテイタムさん。あ、モラントです。はい、スレッズ、ガーランド、ゴガさん、セコ、うん、はい。で、その下がシリアルですね。せーの、イグダラヒート、オプティックのアップデートか。はい、アカパラ、その下も光ってるけど、これはうんですね。トレーデット149-76、イグダラさんのオプティックのトレーデッドっていうバージョンなのかな。はい、で、パスカルさんとキャメロンですね。はい、シリアルのところがね、ちょっとベテランだと、うん、ちょっとグヌヌになっちゃいますけど、よいしょ。エンビード、 PJ ワシントン、プレステージ、でルミナンスのクラーク、逆さかな、逆さっぽいですね。こうだ。はい。あ、デュラント、ん？ゴールドだ。10シリ、あ、10?18?10?10 だと思います。ホイールで、これちょっと、うん。ほら。ね、ぴょこってこう。10シリです。3番。はい、ベースのゴールドです。デュラント。はい、ここがゴールドなだけです。はい、でもそれがいいんですね。はい、で、ゴーガさん、あ、ひっくり返ってる。せーの、サインだ。あ、ベイズリー、おお、ナイス。ベイズリーは成長次第で80-99ですね。はい、で、サイン1枚出ました。で、コビーホワイトとペイペイ、10シリきました。デュラント、今かなりね、オールスターの投票でも人気があったように、かなり支持されてますね。ガーランド、ニキール、お、この人なんだ、お、バレットだ。パニーニブラックボックスエリートなのかな、ブラックボックスなのかな。249-60番、バレット来ました。はい、で、キャメロン・ジョンソンで、またバレット、ケビン・ポーター・ジュニアと、お、シリアル、エディですね。4-49。はい、まあ、この辺がね、ルーキーであってほしかった。まあでも AD ですからね、いいんですけどね。よいしょ。はい、ランドル、ヒーロー、ヒーローも活躍してますね。で、キャメロン、お、ザイオン、お、149-1番だ。ちょっと、あ、ドンチがいる、ちょっと待って。はい、149-1番、スレッズのレッドですね。
ジャイアン。はい。で、ドンチ。クルセド。で、この下ひっくり返ってます。せーの。あ、ギャフォード。はい。彼もフォワード、センター、いや、フォワードなのかな。いい選手になる、なってほしいです。コーナーストーン。57-99。なので、ベイズリーとね、ギャフォード、ロビー。この3人はちょっと、フォワードで、3人とも来てくれればいいけど、1人2人は、こう、来るんじゃないかな。どうだろう。という感じです。はい、ザ・クラビン。で、パスカル。逆なんだね、こうなんだね。はい、ジョーダンプール。お、色ついてる。カルバー、何種類だ ?49-3 っていうか、なんでこうひっくり返るんだ戻すとまたひっくり返るっていうね。はい。で、クラークのクルセイド。お、プリズムだ。解剖マン、アップデートですね、これね。で、パスカルと、お、赤色だ。ケルドン、149-17。赤パラ。まあ、ルーキー系にシリアルついてほしいですよね。まあ、ザイオン1個ね、シリアル絡みましたから。はい、グラハムさん。セッコ。ナン。ジャクソン・ヘイズですね。これも149-94。はい。で、クラーク。その下光ってる。せーの。あ、カリー。ベテランでした。はい。まあ、カリーだったらね、あれなんですけどね。はい。カリーのホームタウンヒーローズのシルバーでいいのかな。で、バレットとリトルとなりました。サインは2枚ですね。なんか3枚出たりする場合もありましたけど、基本やっぱ2ですよね。まあ、ギャフォードとロビーも、成長とタイミング次第かな、というところでしょうし。はい。あとはまあ、ザイオンでシリアルとかが出ましたのでね、そこは良かったかなと思います。はい。あとは、デュラントの10シリ。は結構重要あるんじゃないですかね。はい、じゃあこれで、はい、動画すぐ上げます。ありがとうございました。